球界 OB、立浪の選手起用に怒声論。立浪そう。選手起用への不満。下位打線の得点力不足に悩まされている中日。それについて、球界 OB の門倉氏が言及した。捕手は石橋に固定すべきだと思う。実際に石橋は横浜戦でスタメン起用され、4打数2安打を残している。この2安打は両方とも長打であり、得点力不足を解消するキーマンになりうる。ここで使わないと次世代が育たないよ。もう木下は2軍でいい。リードも打撃もダメ。石橋をスタメン起用して、加藤はバックアップ。立浪と厚志以外の全員がそれを思ってる。ファースト石川、キャッチャー石橋を固定すれば良いと思う。守備は経験で成長する。っていうか門倉はなんで失踪したんや。采配はまともになった。あとは選手起用や。まともなスタメンが組めればいける。考えろよ。自動アウト加藤をいつまで使うのかな。打線の7、8、9が終わってる。少なくとも石橋を起用すれば、6番あたりに置けるやろ。スタメンをなんとかしてくれ。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。